ャンネル。皆さんこんにちは、下川野球チャンネルの下と川です。ということで皆さん覚えてますでしょうか、アメリカにて3000ドル、日本円にして約40万円のこのパック、 WBC 前に開封したんですけれども、残りがどういうパックかと言いますと、ダイヤモンドアイコンズと言いまして、メジャーリーグで活躍する選手たちの直筆サインカードが10枚入ってるっていう、そういうパックになってまして、まあ日本人やったらもう大谷くん、一応まあアメリカやったらもうマイク・トラウトとかのサインカードが入ってる、OB やったらベーブ・ルースとか、あ、そうね、いやもう現役 OB いろいろ入ってもやから3000ドルするという、まあそういうパックなんですよ。でその中から私たちが引いたのが、まずこのアーロン・ジャッジとか、これホームランキング、うん、記録超えましたが、まあ、ベネズエラ代表ミゲル・カブレラ三冠王とかとか、あとあのマサタコの憧れのねブライス・ハーパーの本みたいなサインとかもいろいろ当たったんですけど、その中で1枚だけとんでもないものを引いてしまいまして、こちらレディプションカード、まあ、日本語で訳すと引き換え券ですね。あの、まあ、野球選手だからね、あの、ちょっとシーズン中とかすごい忙しくて、あの、サイン書いてる余裕あらへんから、あの、ちょっと試合に集中するためには、発売まで間に合わなかった選手とかもこうなってるらしいんですけども、それを、まあ、日本に住んでる我々が、ママと引いてしまったという。でも、その当たった選手っていうのが、フリオ・ロドリゲス。パリーグ新人王、25本塁打25盗塁、イチローの愛弟子、そしてドミニカ WBC 代表、今現在メジャーリーグ、一番の若手有望株スーパースター。のサインの引き換え券だったという。だから日本で言うと村上宗隆、佐々木朗希みたいな超若手のスーパースターのパラレルカード。でちょっとゲスいんですけど、あの調べたところによると、アメリカのオークションサイトとかやったらもうほんまに安くてもフリオのサインは20万とか30万とかでも取引されてて、でこれと同じシリーズのやつがそのサイトだとまさかの130万っていうのが1ヶ月越しに届きました。でもこれ、まあ、ちょっと1個問題があって、俺はもうサインなんか書かないぜ、試合に集中したいんでっていう権利がやっぱあるらしくて、サインが入ってないもう代わりのカードが届くっていうこともあるらしいんですよね。今年は WBC もあったし、いやそうやね、だからもう本当にちょっとここにサインカードが入ってるかっていうのわからないんですけど、もう本日はこれを開けていきたいと思います。頼む、入っててくれ。でもこれ人によってはマジで1年とか2年とか待ってようやく届くみたいな人もいるらしいから、マジでフリオ神、いやサイン入ってるかわからないけどさあ、なんかホイパみたいになってる。うわあ、頼む、サイン入っててくれ、フリオ頼む。どうや、わかんない、わかんない、あ、まだわからんのか。え、でも絵柄がさ、え、やっぱ130万の絵柄一緒や。確かに周りが近い、いくね、あとサイン入ってるから、いきます。なんかレシートついてて、おー、え、シリアルは、シリアルは5分の3のフリオ・ロドリゲスレッドパラレルオート。マジ、まあちょっと WBC ではドミニカ代表はね、あーそっか、ちょっとプール D 予選落ちやったけど、ゲレーロがおったら、おお。フリオロ、あ、そっか、新人やからルーキーなんや、おっていうのでもうめちゃめちゃ希少価値が、ルーキーはね、やっぱ最初の1年だけやからということで、スポーツカードでおなじみミントさんが、まあ、この10枚全部見てくださるとのことなど本日持ってきました。なんであの海外に行きの130万が正しいのか、あのちょっとだいぶふっかけてるのかもうここでわかります。はい、お願いします。はい、ちょっと私たちがですね、メジャーカードを開けるのダイヤモンドアイコンズが初めてでして、はい、この辺ちょっと見ていただけたらと思っております。はい、レデンプションカードからなんとか届きました。すごいカードですね。おありがとうございます。ありがとうございます。全部10枚査定の方ですね、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ということで査定が終わったそうなので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でまず最初にこちらの、カーズリー選手、あー、電子カーズリー、そうですね、1枚1000円1000円、すごく実績のある方ではあるんですけど、たくさんサイン書かれてたりとか、そういうこともあったりして、次にこちらスモルツ選手、こちらが1500円という形ですね。続きまして5枚限定ですごく珍しいカードなんですけど、これバギーランキン選手、下が2000円っていう、そうなんや。で続きましてイエリック選手、おー元気、こちら2500円なんですけども、やっぱちょっと成績低迷してるからこの値段ですか。そうですね、やっぱ MVP 取った頃だったらもっと全然良かったっていうところですね。厳しい。やっぱり現役選手はそこの変動がどうしてもあるので。なるほど。はい。続きまして、フランク・トーマス選手。こちらが4000円っていう形です、ね。おー。OB の中で有名な方なので。
イメージですね。人気でこれちょっとブック出てきます。おー、そうなんや。実はトーマス選手が4000円っていう形にさせてもらってますね。はい、なるほど。やっぱりサイン入ってればもっと全然高くなる感じなんですけど、これだけちょっとサインがね入ってないんだよね。そうなんですよね。布よりはサインだよね。書いてくれ。続きましてですね、こちらグレッグ・マダックス選手ですね。おー、5000円つけた。うん、続きましてですね、こちらカブレラ選手ですね、6000円でございます。おー、そうなんや。これちなみに、はい、WBC でベネズエラが優勝とかしてたら、そうですね、やっぱり一気にこうその瞬間でガッと上がると思うんで、やっぱり選手ごとにピークっていうのはやっぱりあるので、やっぱり高くなっている。なるほど。ですね、続きまして値段結構一気に上がります。アーロン・ジャッジ選手。アーロン・ジャッジ来た。こちら24000円で。おー、やっぱりその記録残す、あれだけの記録残すってなってくると、歴史にずっと名前が残る選手になるので、こちらも変わるというか、そういうのがやっぱ変わってくるのでってなったら、ラスト、はい、やっぱり一気にですね、上がりますね。トリオロドリゲス選手、ルーキーのサインカード10万円。あくまで買い取りですもんね。そうですね、買い取りなら販売価格だともっとやっぱりってことですよね。手に入れの大変になりますね。マリナーズっていうチームイチローっていう選手のつながりを含めて、非常に注目されているルーキーで勝つということもあるので、日本でも需要が高い選手になっているので、特別高いというかプライスがついている選手に、これも WBC でもし、そうですね、もっと活躍してればかなりチャンスあったと思うんで、十分にあり得た。うわー、まだ本当若い選手なので、もっともっと上に行く可能性が大いにある。あの今回出なかったんですけど、もし大谷選手とかが出てたとして、すごいんでしょうか。そうですね、やっぱりロドリゲス選手と同じぐらいルーキーじゃないんですけど、やっぱりそれぐらい10万円とかっていう値がついてくる、他と比べられない現役選手ですね。ちなみに海外の、はい、eBay っていうオークションサイトで、はい、130万で出品してる人がいたんですけど、それちょっとさすがにぶっかけすぎですか。そうですね、あのルーキー選手なので、瞬間的なピークだったらもしかしたらそれ額の取りもあったかもわかんないんですけど、今の感じを考えると、ちょっとそれはかなり冒険してるような特別珍しいカードなんで、その人が思った値段っていうのが正しいのかもわからないですね。そうじゃないと売りたくないっていうね、気持ちの表れだから。あの今ってすごい WBC とかの効果ですごい結構野球ブームというか、はい、そういう感じであると思うんですけど、はい、野球のパックというか、その辺ってすごいやっぱ、はい、そうですね、やっぱり今日本の方一番欲しがってるのは、大谷君も面白いなんですけど、ヌートバー選手。あー、ラズ彼のカードまだそんなにこうメジャーで用意してから日が経ってない人なので、探される方っていうのがすごく今思うんですよ。はい、大谷君サインが入ってるパックとかまだ売ってるんですか。そうですね、大谷選手、本当にこのファイネストっていう人なんですね、まあ、非常にもうスーパースター扱いなんで、本当にワンオンワンなんかもあったりすると思う。すごい、あれってただ本当大騒ぎ。そういうことなので、皆さんもあのぜひ大谷くん目指してパック抜いたりしてみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。ありがとうございます。ありがとうございます。またなんか買ってる。大谷リベンジ。何これ。